大きな固有運動を示すバーナード星固有運動とは、天体の天球上の位置の移動を指す名称である。は考慮しない。固有運動は、以下のような、その星固有のものでない運動を除いた後の位置変化を指す。これらは、天体の位置を観測した、際の座標値に影響を与えるが、天体自身の真の運動ではない。一見すると、構成は、 互いの位置を常に変えないように見える。つまり、いつでも同じ形の星座を形作っていて、例えば大熊座は40年前と変わらないように見える。しかし精密な観測を行うと、星座の形は非常にゆっくりと変化していて、それぞれの星は独立した運動を行っていることがわかる。この運動は宇宙空間でこれらの星が太陽や太陽系に対して、 実際に動いているために生じている。この動きは固有運動核と固有運動という二つの量で計測される。前者は、研究上での固有運動の方向を表す。後者は、その運動の大きさを一年あたりの秒角で表す。視線速度はその星のスペクトルのドップラーシフトから求められるので、一回の観測から求めることができるが、 固有運動を測定するには星の天球上の位置変化を継続的に測る必要がある。よって一般には固有運動の測定は視線速度よりも難しい。バーナード星はすべての恒星の中で最も大きな固有運動を持っていて1年に10.3秒角動く。固有運動が大きいということは普通、その星が相対的に太陽に近いということを強く示唆している。 バーナード星の場合は、まさにこれに当てはまっていて、太陽から約6光年の距離にあり、ケンタウルスザアルファ星系の次に地球に近い。1光年の距離にある星の固有運動が1秒角、年であるとき、その相対的な横断速度は、秒速 1.245km に相当する。バーナード星の場合には、秒速 90km となる。これに加えて、視線速度が、 秒速1 1 1キロメートルであることを考慮すると、バーナード製の実際の運動は、秒速 142km となる。こういった真の天体の運動を測ることは、より難しい。これはその星までの距離の測定の精度に強く依存するためである。現在分かっている、太陽に対する空間速度が最も大きい近傍の構成はウォルフ424。 毎秒5 5 5キロメートルで動いている。金棒構成のカタログにある星のうち、真の速度が分かっているのは半数を少し超える程度に、過ぎない。固有運動は1718年に、エドモンド・ハレーによって発見された。彼は、シリウス・アークトルス・アルデバランの位置が、古代ギリシアの天文学者ヒッパルコスが、 約1850年前に記録した位置よりも0.5度以上動いていることから固有運動の存在に気づいた。2005年に発表された論文では銀河の固有運動を測定することに初めて成功したことが報告されている。ありがとうございます。